県内は落ち着いた状況が続いてきましたが、今後懸念されるのが人の流れが増えることによる感染の拡大です。先週末の観光地を取材しました。おととい土曜日に撮影した金沢市の近江町市場です。石川県では今月13日でまん延防止等重点措置が解除されましたが、市場の関係者によりますと人の流れは徐々に戻ってきているといいます。解除される1週間ぐらい前から少しずつ若い方中心に少しずつ人出は増えてますね、はい、人流があればそれだけ何があるかがちょっと我々にはわからないんで、多分皆さんもね、あのワクチン打たれた方とかそういう方はやっぱりちょっと少しは安心して来られるんだろうとは思うんですが、来月1日に始まる県民旅行割と GoTo イート食事券の販売、地域経済の正常化が期待されますが、まずは県内での消費回復が大切だと考えています。県民割っていうんで1日からいろいろと始まるみたいですから、それにも期待しながら、まずはまあ県内でこういうふうな飲食とかというのがやっぱり復活してくれるといいなと思ってますよね。県によりますと、昨日日曜日の人の流れは感染拡大前と比べて金沢市片町が 39% 減少、金沢駅が 35% の減少となっています。一方で前の週の日曜日と比べると片町は2ポイントのマイナス、金沢駅は7ポイントのプラスとなっています。